はい、皆さんこんにちは。ペストでございます。政権伝説2の43回目ですね。やっていきたいと思います。おお、外か。あ、ここに出てくるのか。オッケーオッケー。うん、じゃあ一回ちょっと回復に戻りましょう。ついでにセーブですね。まずちょっと買い物が。で、一個ね、パワーアップしましたんで、それの、パックンチョコ2つ。パワーアップね。ルーンスピアね。宿は上でしたね。まあ回復はしてるんですけどね、セーブしたらいいんでね。はい、46ね。あ、そうか。サースウェストね。まだ炎の魔法が効いたままですね。さあ、こっから上がっていくと、ん？なんか様子が変だぞと。ん？おう、皇帝だ。皇帝死んでるよ。一体何が？祭壇の向こうに通路がある。前はあんなのなかった。証明できないのか。蓋はね、坊やと、皇帝をやったのはお前かと。ふふ、その通りよ。マナの要塞さえあれば私たちが世界の王ですもん。私たち他に誰かいるのかと。あ、タナトス。ああ。久しぶりだな、諸君と。ディラックは、ディラックは無事なのか。もちろんだよ、お嬢ちゃん。彼は間もなく私の生まれ変わりになるのだからね。どういうこと？そんなこと知る必要はなくってよ。さあ、タナトス様は要塞へね。シークやゲシュタールの仇、今こそ晴らさせてもらう。お前らはここで死ねと。ああ、ボス戦か。いきなり、おー、なんてこった。これね、そうそう、サイレンスをね、使うと結構いいらしいです。
回復。いや、もう自分だけでいいよ。おお。やばい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 。ダメダメダメ。うわあ、触っただけで。行くか魔法を打ちなければ。あらら、強いね。カフやし、ほんで。うわー、スケープ連発。レベル上がってくれたらいいんだけど、よいしょ。
か。クリティカルってやつね。これか。当たらない。無理やろ。なかなか攻撃が当たらない。当たった。おやばいやばい、ここまでだ。魔法なくなったか、もしかして。出せないよね、全然。攻撃魔法、あ、炎は使うから、いた。いいよ、切れるようになってきた。おお、すげえ。おお、いったー。おお、びっくりした。はい、ムチが上がりましたね。そんなバカなタナトス様、なぜと。何、どういうことでしょうね。おお、これは、お、新地か。あー、これまたボス、ゲシュタール。ククソルはゲシュタールであって、ゲシュタールではないと。私の古代魔法で蘇らせた、魔法機械生物よ。ほっほっほ、哀れな戦う人形さ。なんてもこういうこと。こいつめんどくさいよね。あんま。あいいんだけど、どっち行った、どっち、あっち行った
回避率あるけど、おー危ない危ない。あーやばい。結構めんどくさいね。あーカウンターがあれ切れてるね。ああ、しまった。はい、どうでしょう。まあ、全然ダメージ与えてしかなさそうね。切れてるね。あぶねえ。あ、切れてるわ。ダメージを与えるね、タイミングが難しいですよね。あぶね。あ、なくなったおお。タフやね、しかし。
やばいやばい。ああ倒した倒した。おー、危ねー。はい、これで神殿クリアかな。あ、いよいよ要塞が始動する。古代大陸が沈んでしまうよと。違うな。とりあえず真南行きましょうか。違うね、モンスターンだね。ということはここにワッツさんがいる。あ、いた。あー、巨人の槍ね。これで7段階目だから、これがさ、ラストの1個手前ね。ダイヤフリー、うん、さあ、そしたらね、セーブしてちょっと終わらせてくださいね。ここでセーブさせてもらいます。マナエルギーゼロでしょ今。うーん、47か。もう、そうですね、もうすぐ500超えですもんね。はい、ではご視聴ありがとうございました。さよなら。